デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デミオラに聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデミさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、尺の無駄遣いいろいろこっちバージョンを変えていった方がいいかなと思って、声もだいぶね出るようになりました。9割、だいぶっていうかもう 9.9.9.9 割8分ぐらいなんですよ。まだなんだ、うん、ちょっとね2分、もう戻んないね。じゃあそれは2分ぐらいちょっとまだ調子あれだなって。こうそれはもう戻んないじゃない。1日喋るとちょっとこう大声出してると少しかすれるかなっていう感じがあるんで、まあ普通に喋ってる分にはね全然問題ないですけど、やっぱりちょっとねもうちょっと鍛えていかないと喉いかんなと思っております。老いてるね俺でも喉は。この間イベントも話して喉枯れてきたもんね。あらこんな、あ熱中症もあったのかな。ここら辺がピクってつってこう心臓が それはもう違う熱中症ですよね。あーギュー水分が足りてないんでしょうねそれ本当ね、まだ皆さん暑い日が続きますから、9月とか、まあ、8月中9月に入ってもねまだ暑いと思うんで、水分補給ちゃんとしながらねサバゲーやっていただきたいなと。超飲んでたんだよね。岩塩も舐めてたんだよな。でもやっぱダメだったんでしょうね。ダメだったんでしょうね。ちょっとイベントの様子もねちょこちょこ多分もう分かってるかな、かもしれないですね。満次会ラテルパドックと一応ね三者合同でやった、なんかもうタイトルがもうどっちなんだって100人エキストラでハッシュタグがついちゃってるんで、はい、もうそっちがなんかメインタイトルみたいになってます。あれ本当はサブタイトルなんですけどね。そうですね、動画撮影だよ全員集合100人エキストラっていう回なんですけどね本当はね、はい、皆さんちょっと動画いろいろ上がってきてると思いますんで、楽しんで見ていただければなと思っております。で、このコーナーデミオラに聞きたいコーナーはですね、今返答の期間が1ヶ月ぐらいとねかなり短くなっております。ぜひ皆さんねこの機会に、お悩みご質問お寄せいただいたらいいかなと思っております。サンマの内臓は食べますか食べませんかとかね、これから秋になってきますから美味しいものいっぱいいます。いや魚の内臓って美味しいよね。美味しいんですよ。あ僕ダメです。ものによりますけど、新鮮なのはいいかなと。サンマですら取っちゃいますもんね。サンマはいけるかな。アユとかもいけるし、あの苦みが美味しいっていう大人になれなかったですいやでも分かんないですよ、これから変わるかもしれないですから。サザエのほら肝、あれは下の方は食わない方がいいって言ってましたからね。毒素があるんでしょ。そう老廃物があるんで、あの下の方は食べない方が美味しいですけどね。まあ、まあ、なんかそういうのもあるんだけど、ね、貝類は結構多いね。ね、この部分は食わない方がいい、ね、貝毒、ありますからね。地になりますから気をつけてください。それは嫌ですね、絶対やめましょう。地が悪化しますよね。それ良くないですね、やめましょうさあということで今回、一応ねメンバーさんって書いていただいてたんですけど、ちょっと発見できなかったんでまたあのメンバーから外れちゃってるのかなと思うんですが、北野隊長さんからの投稿でございます。二人に聞きたいということで、いつもお疲れ様です。お二人に質問です。最近海外電動エアガンでスポーツラインという低価格エアガンを初心者へ勧めているお店が結構見られます。確かにサバゲーの間口を広げてサバゲー人口を増やすにはいいかもしれませんが、あの性能をバカにする人は多数出てくると思っていますし、格差が広がってせっかくの初心者が離れてしまうのではと心配しております。スポーツライン電動ガンをお二人はどう見ていますか。はい、全然自分はそういうことは思ってなくて、スポーツラインはいい案だなと思って、うん、僕もお客さんに勧めますし、何よりも自分が使ってますよ、うん、スポーツラインを、はい、でノーマルじゃないでしょって言われるんですけど、いやこれノーマルだよって言って、なんでかっていうとお客さん置いてくんですよ勝手に、使ってとかって。でスポーツライン当たっちゃった景品でって言って、これ使ってくれるって言って
使うんですけど、あんまり不便を感じないですよ。飛ぶし、弾速出てるし、弾出るしっていう、なんでしょうかね、むしろスポーツラインの方が楽だったっていう。軽くて楽楽なんだよね。最悪壊れてももういいやっていうで、そうなんだよね、あの直そうって気にまずならないから、はい、じゃあいいよ壊れるまで使うわって言ったら壊れないのね。案外飛ばないよっていう声があったらチャンバー周りだけ見てもいや大丈夫じゃないの、ホップかかってるしっていうのも見えるから、そんなダメかな。まあ、あとこれちょっとディスっちゃうような言い方になっちゃうと申し訳ないんだけど、スポーツラインを使ってる人というかスポーツライン自体をそのバカにする人が多数出てくると思うっていうのはそんなにいるかな多分そんな気にしてないと思うんだよね。まああんまりこう別に人が使ってて初心者の人がそれを使っててお前そんなんダッセーぞ使ってんのってあんま言わないと思うね普通はね。まあなんだろうね、価格マウントってどの業界もあると思うんだけど、取りたい人はいるんだろうね、それじゃダメだよっていう人は中にはいるんだろうけど、いやそういう人ね心が狭い。で初心者の人は別にそれがね言われて嫌だったらじゃあ俺もいいの買おうって思う人で、俺スポーツライン使ってる時に言ってもらいたいもんね。それはダメだよデメちゃん、ほう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 、そしたらいきなりフルラさんに俺電話かけて 30m シューティング対決ってやるかもしれないよ。じゃあ全国に晒してみようぜっていう風に、で 30m の集団率がこれがいくらかけたものですかって言って対決しましょう、スポーツラインにとってやっちゃうよね俺の性格は。で悪くないって言うと売れないじゃんじゃあってなるかもしれないけど、別にこうスポーツラインが悪いものだとは思って売ってないね、うん、俺は。まあそれが嫌だったら他のいいものをどんどん多分自分が気に入るもの買うでしょうし、そのバカにされたからやめちゃうってことはないと思うんだよね別に。まあそういう人もいるだろうけど、ボロッボロのレンタルガンを買うよりはスポーツラインの自前の持ってた方が性能いいと思うよ俺。どの業界でもそうじゃない結局。楽器業界もそうだし、最初は安いのから始まったりとか、エフェクターだってねベリンガーとかさ安い 2,3,000 円で買えるのからスタートしても、あれやっぱりあの音がいいかな、あの人の使ってるのとかさ、あれもうあの中毒なんだよね歪みは。でスポーツ系全部そうだよね、サッカーでも野球でも。そうだね、何でもそうじゃない、まず入門編があって、でそれでやってて、別にそれで強い人は強いんだよ。でも恥ずかしさはあるんじゃない。だからだんだんそれがあれって思ってきて、他のに変えるか気にしないか、それは人それぞれだから。俺スギちゃんもモデルがそれだから。うん、そうでしょ。そうそうそう、うん、あちょっとライブ立ってると杉ちゃま並みにお前弾けるのかって言われたら、いやちょっと厳しいっすねってなるかも。ずっとそれでいい人もいるわけやん。結局もちろん憧れの人のギターだからっていうね、うん、それはね人それぞれなんで、そこで格差が広がって初心者が離れてしまうってことはないと思うんですよね。でもちろんお店としては間口をどんどん広げていかないと人口増えないですから、うん、でスポーツラインってすごくそのね価格帯とやっぱ扱いやすさ、うんうんうん、まあ、バランスがいいのが各社ね出してくれてるんで、まあ企業努力は見れるよねすごく。おすすめしやすいからね、うん、そこはね。今エアガンは高くなりすぎちゃってるから、その点では非常に。だから一番最初に僕だったらやっぱ東京丸井とかを勧めるんですけど、いや予算的に厳しいですねって言われたら、スポーツラインっていうのも考えてみるといいですよって。でスポーツラインのいじり方とかを教えてもらうとか、そういうのじゃなくて箱出しでもまあ遊べるよね、さばけできるよねっていうのでは非常に優れてるんじゃないかなと思うんですけどね。なんでスポーツラインをおすすめしちゃいますからね結局はね。まあでもそういうこと言ってるやつらのところでわざわざね、やるやんないを決めるのはもったいないかなと、うん、そういう人たちの方がごく一部かなと思うんですよ。一般の人たちはそんなに
サバゲー普通にやってる人はその人の装備がへっていうのはあんまりなんないんじゃないかなとも本当に俺は思いますけどね。その銃のメーカーとかいくらかかったっていうよりは動きを見ちゃうからね、こっちは。私は扱い方が綺麗だったりとかね、まあ、銃口とかこう気をつけてこう置いてたりとか、どうだね、セーフティーとか来た時もあの、ね、ぶつからないところとか他の人に向かないところを向けてる人の方が、あ、ちゃんとした扱い方ができててちゃんと配慮してるんだなって思えるから、適当になんかねもう、やってても何十万もかけてても、まあ、その辺にね銃ポンと置いて、いやマガジン入りっぱだしセーフティーもかかってないし、汚い構えのままやってるっていう方がダサい、で狙えてないとかこんなんなっちゃってるとかさ、あー何これ30万円かかったんですかあーそうですか、届いてないですよ、どこに玉入ってんすか言わないけどね、言わないよ、心では思ってる時がある、それは全員じゃないよ、ね、全員じゃないよ、ほとんどの人は別に普通にやってて、あ楽しんでるな、いいなってそれで終わりますよ。でもかっこいい人が、うん、かっこいいよく立ち回ったら安いか安くないか分かんないからね、分かんないよね、かっこいいな、うん、あの人の動きって何使ってんだろう、え、あスポーツライン、あれ、あーそうなんだ、ね、んだやっぱね持つ人が持つとやっぱ何でも使えかっこいいな、いいんだなって、うん、あのかなり僕らの意見は長くやりすぎてるので、サバゲー場行っても、まあ、まあね、いろんな意見の人がいると思いますよ、そこで、あの独自コミュニティだからね、ある意味僕らのところは、だから責任を持って売れるものだと思うので僕はいいんじゃないかなと思います。はい、ということで参考にしていただければと思います、はい、ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。